さあ、続きいきましょう。まあ、どこ行ったらいいかちょっとわからないんですけど、パージ神殿っつってたよね。まあ、基本一本道だと思うんで、ちょっと進んでみます。はい、またここ戻ってきたけど、わあ、こいつら来たね。こいつらちょっと嫌なんですけど、どうですか？なんとか食らわずに、いけましたね。OK。いやー、これどうなんすかね。こっち行けないか。まだ探索しきれてないところあるから、まあきっちり探索していきますけど、パージ神殿に行かなきゃいけないって言ってたけど、結局どう行けばいいのかわからんっていう感じだよね。普通に、なんだろう、この道を行けば、この道行けばどうなるものかみたいな、いいのかな、普通に進んでいっても。っていうか、まあ選択の余地ってないからね。まあ、行くしかないか。行くしかないな。スライム。ああ、そうだ。前に来た時よりも、あれだよね。主人公は強くなってるんだけど、一人減ってるからさ。ちょっと状況は前よりも厳しいんじゃないの？これ。どうなんでしょうね。まあ、ぐいぐい行ってみますか。グイグイ行ってみましょう。マインドブレイク。主人公は闘技場でちょっと強くなってるからね。強くなってるから。OK。なんか一人だけレベルが2つぐらい違ったんじゃなかったっけ？シュース今レベル上がりましたけど。だよね。2つ、3つぐらい違うのか。この辺は一本道。なんか途中で道が分かれたりとかしてたような。アームドナイト、オッケー。一体だったら大丈夫、オッケー。ナイス。よし。さあ、早く仲間と合流したいんですよね。回復手段が乏しいのでね。早く合流したい。アームドナイト。オッケー。いや、やっぱ主人公強くなってくれた分だけ気持ちは、まあよりも楽かな。OK、レベルアップ。いいですよ。どんどん強くなっていきますね。戦えば戦うほど強くなっていく。この辺はまだいいんだけど、この奥だったかな。敵のお出ましだぜ。なんかあれだよね。道が分かれてくんだよね。よし。OK。イリアもレベルアップ。お金結構溜まってきてんじゃない？だよな、多分。結構ワンバトルでもお金たくさんもらえる。まだ一本道だ。この辺で道が変わるのか？どうだったっけか？オッケー。いいね。よし。さあ、行くぜ。まあ、今ので300いくら入ったんだよね。割とたくさんもらえてる。こっちはなんもない。どうだったっけかな。こっち階段あるけど、左の方にも行けたんじゃなかったっけかな。OK。ほんと、魔法キャラとか入れたいよね、きっちりね。バランスよくさ。ねえ、物理2人、魔法1人、回復1人みたいな。それぐらいでいいと思うんだけど。あれ？特に。あれ？どこだったっけ？あの階段行っていいのかな？OK。闘技場の敵に比べりゃもうゴミみたいなもんすよ、こいつら。OK。ゴミゴミ。こっちかな？おお、スライム。はい、オッケー。
これなら満点ね。おお、ブルーベリーいっぱいもらったね。オッケーオッケー。ブルーベリーは確か回復じゃなかったかな。あれこれだよね。これセーブできんだけど、こっち行ってないんじゃない？こっち行ってない、前来た時。あの右の方行ったんだよね、確か。はい。はい。はい。オッケー。オッケーオッケー。これスライムはあれか。ブルーベリー落としてくれんのか。こっち行って？どうなってんだ？よくわからんな。OK、ナイス！いいね。アームドナイトはね、もう、戦いにくいからね。こっち、なんかちょっと、グイグイ進んでるけどいいのかな。はい。はい、オッケー。3回殴りゃ倒せんのかな。こっちが、こっちが何？ああ、宝箱か。ああ、お金はありがたい。やっぱこの辺きっちり回収しとかないと。あとあとまたきついですからね。まあ特にこの辺は何もないか。ギミック的な要素もね、見逃したくないんでね。はい。はい。おお、後ろ取った。OK。イリアがね、ちょっとあの物理キャラの割には、まあ女っていうか女性っていうのもあるからね。かもしれませんけど、物理キャラの割に HP 低いんですよね。ちょっとね。これアームドナイトとか本当、お荷物感が出ちゃうよな。OK。よし。サーベル、オッケーオッケー。売ってお金にしようぜ。サーベル狩りもいいかもしれんな。こっちは？あー、ちょっとわかんねえ。微妙に道がね、見えないんだよね。OK、後ろ取ってる、後ろ取ってる。いいよ。いいですよ。OK。やっぱ HP 微妙に回復していってんだね。これも宝箱かな？いや、違うか。敵のお出ましだぜ。いやー、わかんない。別ルート、それともこっちがあれなのかな？本ルートってか正規ルートなんかな？あの、ニセフィアと戦ったところは違うのか？あ、なんか書いてある？読めないか。あのニセフィアル戦ったあたりもなんかいろいろこう入り組んでたよね。あのあたりもさ、ちょっと探索したいんですよね。あ、イリアやばい。80点くらいかなって言ってる場合じゃねえぞ。結構死にかけてるぞ。アイテム、ブラックベリーじゃねえや、ブルーベリー、ブルーベリー、ブルーベリー。はいはいはい。まあ、500キープでいこうか。こっちが正規ルート。うわ、まだ続くの。あ、うん、ぐるぐる回ってる。回ってはいないな。あー、わかんない。ここまでこうめんどくさいダンジョンだとは思わなかったな。言ってもまだ序盤だからね。ここまでだとは思わなかったけど、まあ行けるとこまで行くか。こっちかな。やばい、すげえ迷ってる。サーベル、まあこんな武器いらねえけどな。フレッシュボトル、フレッシュボトル、ネックレス、ネックレスは、ネックレスなんか装備して効果あんのかな。サファイアの語りが美しい。特にどうこう。あ、でも、まあ、守備力とか上がるかもしれないからね。あら、上がるんじゃない？回避が上がるのか。まあ、いいや、じゃあつけとけ。HP 低いからね、イリアは。道が分かれてるね。どっちが。
わからん、全然わからん。これだけで、この探索だけで動画、これ一本終わっちゃうな、これ。下手すると。スペクタクルズをやたら配ってくる。売ってもいい気もするな。行き止まりだ。こっちがじゃあ正規ルートなのかな。いや、なんかそれっぽいな。まだ全然探索しきれてないところ。あるけども。いや、どうしようか。また来る。また来るのもめんどくさいしな。どうしようかね。ああ、あ、セーブポイントがある。あれ？セーブポイントがある。おお、なんだなんだなんだ？この辺、セーブポイントがあるっちゅうことは、ボスいるのか？いやいや、ボスはいないはずだよな、今のところは。あ、なんかスイッチある。押してみるか？はい。いいのかな？勝手にスイッチなんて押して。うわー、もう全然わかんねえ。奥深すぎる。これ今回じゃちょっと解明できないな。まだ見てないところいっぱいあるだろうし、まあアイテム落ちてたとしてもそんな大したアイテムじゃないとは。あ、なるほどね。多分扉の開け閉めなんかな、このスイッチって。多分このウサギみたいなやつ結構ねダメージ食らうから、これね、気をつけなきゃいかんのよ。OK。どこまで、どこまで行けば。あ、今度こっち行けない。どこまで行けばいいんだ、これ。え、さっきから同じところ何回かぐるぐる回ってます？なんか似たような景色だけど違うよね。回ってるわけじゃないよな。わかんない。わかんない。あ、こっち行けない。こっちも行けない。宝箱。これ最新部か。ハードナックル。これだけか。いや、ハードナックルもう持ってるもんね。ちょっとわかんないぞ。これだけが用意されてるためだけに来るダンジョンってわけでもないでしょうよね。そう思うんだけどね。あ、ちょっとブルーベリー、ブルーベリーくださりません？ブルーベリー。オッケー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 。よしよしよし。ちょっとまた使おうか。20個までしか持ってないと思うから、ブルーベリー、ちょっと使っとこう。まあこんな感じか、17個。スライムが来たらまた2、3個ドロップすると思うんで、まあこれでまた、まあだから15個から17個、18ぐらい、常にキープしておいて、スライムを狩るみたいなね。これが理想的。OK。OK。よしよし。ブルーベリーください。おお、何？総破産。ブルーベリー。1個か。複数個欲しいね。総破産。雷鳴剣、閃光剣、グレン剣。雷鳴剣、閃光剣。こっちか。あ、ショートレンジの技か。超烈波、総破山。敵に対し剣を切り上げ、高速で切り下ろす二段技。いいね。じゃあやれ。じゃあやれ。ちょっと一回試し打ちしてみたいな。はい。とりあえずじゃあ、戻ります？戻りますか。まだ探索しきれてないとこあるからね。先行剣。ちょっと待って、総破山行きたい。これグレン剣だな。あれやばい、やべえ、シウス死んだ。うわ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 。
うわー、やーべ、必殺技試す相手じゃなかったわ、これ。一気に壊滅状態だよ、これ。うわー。いや、戦闘不能を生き返すさ、アイテム欲しいんだよ。いやー、生き返したいなー。生き返したい。でもさ、これ一番最初まで戻んないとあれなのかな、生き返すことってできないのかな、もしかして。うわー、これ3体相手は厳しいよ、これ。大丈夫か。あ、相手は動かない。オッケー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 。一人で行ってるよ、これ。また主人公一人だけ強くなっちゃうかな。こっちはいいけど、もうどっちからどう来たかすら覚えてないよ、ルート。どういうルートで来たのかっていうのは覚えてない。わからん。わからん。全然わからん。あー、ちょっと待って、ピヨってる。総破山。これか。これか。あー、グレン剣の上位互換みたいな感じなのかな。まあ、あれか。グレン剣は多分ね、火の属性がついてるけど、これは、無属性的な感じなんかな。ちょっとわからんけど。あれ、こっち来たよな。違う。やべえ。やべえ、迷った。完全に迷った。アームドナイト。帰って、これ一人で行動した方楽かもしれん。オッケー。味方はなんか防御とかさせといてさ、雑魚敵は。そっちの方がダメージ食らわんかもしれんな。あとは主人公に任せとけば、いいかもしれないね。あ、そうしようかな。えい。オッケー、ほら、一人で戦ってるもん。孤軍奮闘。一人で頑張ってますよ。よーし。私はそう簡単にはね、負けませんよ。こっちから来たんだよね。あとどこ見てないんだろう。あ、ブルーベリーが転がっている。ブルーベリーよこせい。ういえい、オッケー。よし、ブルーベリー使おう、せっかくだから。多分これで20溜まったんじゃないかな。ブルーベリー、どこだ、わかんねえ、どこだ。すげえ探しにくい、すんごく探しにくいよ、ブルーベリー。これだ。もう一個使うか。一回戻りますか。こっちから来たかな、多分。あ、戻ってきたね。戻ってきた。まあ、これはこれでよかったのかな。OK。いや、どうしよう。一回戻って、二人、引き返すか。それとも、奥行くか。こっちはなんもないな。まあ奥行ってもいいですけどね。一人でもなんか行けそうな感じだから。オッケー。一人でもまあ行けそうな感じなんで。ただね、この経験値見る限りだとなんか、あれなんですよね。3人で分配してるような感じでもなさそうなんですよね。なんか、数字が決まってるっていうか、あれ違う、あれ違うな。戻ってき
北は来たけども違うな。ここじゃないな。ちょっとよくわかんない。はい。はい。あのセーブポイントあったところ、あれだよね、ニセフィアと戦う直前にもあったけど、あそことはまた違うのかな。わー、ダメだな。今回全然動画進んでないぞ、これ。ここのボタンは押したんだよね。わーかんない。あ、戻れない？マジか。戻れないぞ。ボタンは押されたままになってるってことは、まあ、2つボタン押したわけだよね。だから、まあ、何かしら条件はもう満たしてると思うんですよね。ちょっとわかんねえな。こっち。あー、出てきたね。えい、えい。よくわかんないっすねー。よくわかんない。どうしたらいいんだろう。こっち行き止まりでしょ。で、右も行き止まりでしょ。あれ？じゃあやっぱルート的にはもうこっちしかないってこと？だよね。ルート的にはそうなるよね。積んだかこれ。なんとか抜けたいんだけど、この洞窟。なんとかして抜けたいんだけど。いや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 、勘弁、ご勘弁をだよな。なんか見落としてんのかな。なんか見落としてんだろうね。戻れないからこいつら回復もできないしな。こっちが空いてる。いや、やっぱこれ絶対正規ルートっすよね、こっち。この門構えというかさ、石柱みたいなのもこう立ってて。ねえ、これは完全に正規ルートでしょ。みんな大丈夫か？みんな死んでるよ、もう。完全にもうね、床舐めてますからね。なんか、これどうこうとか関係ないよな。あの、奥のスイッチを押すことによってなんか通れなかったところが、通れるとか、なんかあるんだと思うんすよね。よし。こっちだって行き止まりっすよね。全然わかんない。で、こっち来るとセーブポイントだったっけか？確か。どうしよう、これ。完全にこれ、ボツレベルの動画だよね、これね。一歩も進んでねえっていう前回から、本当にこれ。やばいな、どうにかしてなんか、いや、せめて、次回以降にさ、こう、つながる、なんか、こう、見出さないと。次なる展望をね、ちょっとこう見出しとかないと、ちょっとこれは、まずいっすよ。OK。そして何としても早くこの2人を生き返さないと、これまたね、まずいっすよ。こっちか。こっちか。こっちは？こっちはどうだ？わかんないな。こっちはいけんのか？オッケー。こっちから来たのか、多分。そういうことか。こっちから来たんだね、多分。いやー、違うか？わかんない。全然わかんない。
いやだってでもこれ戻ったってしゃあないっすよね。またアストラルに戻るだけだから それだとちょっと話にならないっすよね。やばい、もう完全に迷子だ。完全に迷子会ですよ今回は。やばいやばい、えいえい、まずいな。必殺使うか。ゲイ、まあ自然と金も貯まっていくでしょうねこれね。このなんか石柱あってさ、このねライトがついてて、こうこれが正規ルートだと思うんですよね。でこれついてないじゃないですか。これ正規ルートじゃない、いやそうでもないか、そうでもなさそうだな。あーやばいやばいやばい、よし、このウサギはねちょっと舐めたらあかん。結構ダメージも食らうしね、舐めたらあかんよこれは。もうどっちから来たのか全然わかんない。わー道がいっぱいあって、あーここか、やばい、ぐるぐる回ってるな、ぐるぐる回ってるわ、やーべー迷子だ。あー迷子だ、完全に迷子。どうするこれ、せっかく30分近くまで来たからねえ、これ消してもう一回やり直すってのも嫌だしな。これこっち来るとセーブポイントじゃなかったっけ、こっち来るとセーブポイントだよね確かね。でもこの先進んでも行き止まりだよな。オッケー、あれ違ったっけ、あれ違う？いいんだよね、セーブポイントだよね。いやー、でボタンを押すでしょ。あ、こっちか？あ、違う？こっちか？あ、違うか？これってさ、ボタンってリセットできんのかな？ちょっといろいろ調べてみますか。わー、やべ、これめちゃくちゃ食らうやつ。危ない、いやーこれ自利品だな。あー切り替えは可能なのか。でこの先っていけんの、あ、いけない。わかんねえ、切り替えは可能なのか。いやでも絶対押すよな、いや絶対押すよねこれね、全然わかんねえ。なんか見落としてる？なんか見落としてるか？ブルーベリーオッケー。こっちはいけない。一回戻してこっちはいけ、そういうわけじゃなさそうだな。いやでも絶対、あーごめんなさい、ちょっとズダダダダダが来て重くなってますね、処理がちょっと止まりましたけども、はい失礼しました。ちょっと久しぶりに来たねこれね。オッケー、レベル上がっても嬉しくねえなあんまり。ちょっと先進めながら、まあこれ普通押すよね、押したことによってでどうなってるわけよっていう話だよねこれね。あー全然わかんねえわ。いやー全然わからん。どうしようか、戻るにも戻れないしな、こっちか、いや違うな、なんか、いやわかんねえ、もう本当にわかんない、どうしよう。もう一回こっち行ってみる？何か見落としてるかな。
いやー、わかんねえなー。あ、ブルーベリーもらえるか。オッケーオッケー、使っとこう。いやー、もう30分なっちったね。どうしよう。どうしようか、これ。こっちはいける。こっちはいけるけど、こっちは行き止まりだよね。あー、全然わかんねえ。どう、わー、食らう。くそー。どうしたらいいんだろうね。何回も。まだ序盤も序盤なのに、このね、迷わせるという、まあ、一本道だからこっちだよな、もうな。で、こっち行き止まりでしょ？なんかこう、この草木が、特になんか邪魔してどうこうとかでもなさそうだし、ギミックもあるような感じじゃないっすもんね。でもさ、これ、一本道だけど突き進んでいくとこれ、行き止まるのよな。わかんねえ。いやー、どうしよう。最悪どうしても進めないようだったら攻略見るか。この辺でもないしな。こっちかな。うわー、スライムだらけ。ブルーベリーよこせー。ナイスーナイスーなんか盾で不正だけど。オッケー。いいね。いやいや、ブルーベリーはいいんだけどさ。いやー、ぐるーっと回ってるよね、これ。こっちはいける。全然わかんねえ。どうしよう、これ迷子だ。あー、くそー。どうしようか。で、ここに戻ってくるわけでしょ？ねえ、宝箱こうやって。これやっぱ、ずっとぐる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 回ってるわ。どうしたらいいんだ、私は。これ、完全に閉じ込められたパターンか？私はここで暮らさなきゃいけないのか、これは。まあ、最悪スイッチ解除して戻るかね。スイッチ2つあったんですけど、もう1個のスイッチは解除しなきゃいけないとこあんのかな。いやー、わかんねえなー。わかんねえなー。セーブポイントがヒントになってるとは思うんですけど、行き止まりなんですよね、もうね、こっちね、完全に行き止まり。いやー、わかんない。なんでこう、すなりかすくんねえかな。攻略見るか。あんま見たくねえな、攻略。自分の力で行きたいけど。まあダメだったら、次もう一本動画、まあ撮影してみてダメだったら、攻略見ようかな。はい、はい、はい。そうしようか。いやいやいや、ただただ時間が無駄に流れていく。ここセーブポイントあるんだよね。いや、じゃあとりあえず今回ここでセーブして一回区切ります。で、次回はスイッチも一回解除して戻る。
戻ってみよう。そうしよう。一回戻らないことにはちょっと、まあ進むために戻るみたいなところありますけども、ただただ無駄なレベル上げ会みたいな感じだよね。まあレベルも上がってないよね。あの仲間死んじゃってるし。わあ、一人だけ強くなってる。はい。まあいいや。じゃあ、とりあえず次回は、じゃあ戻ります。はい。お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。